イフト2024も終盤に差し掛かり、インフレがより顕著になっている昨今、こんなコメントが届きました。1年前のガチスカで試合に行って勝てますか？こちらがほぼ完璧に再現した1年前のメッスのガチスカとなります。この1年前のガチスカで勝利し、イフト2024全ての選手否定させていただきます。はい、どうも、改めましてメッスです。よろしくお願いします。今日はですね、まあタイトルの通りですね、あのイフト2024で課金した方、はい、全否定させていただきます。はい、これね、あのほぼ完璧に再現ってさっき言ったんですけど、あのですね、ここフェルールだけね、ちょっとまあ一時期使ってた時期はあったので、まあガチスカといってもね、間違いではないんですけれども、ちょっと参考にした動画だと、組んでですね、組んでを使ってて、で、その組んでね、もうちょっと売っ払っちゃっていなかったので、まあ一時期使ってたフェレールでいいかなということで、はい、代用させていただこうと思います。1年前のガチスカで、未だにね、持ってた選手は入れました。この5人ですね。はい。それ以外は使えません。ということで、はい、まずは契約更新してね、試合の方、やっていきたいと思います。はいはいはい、もう普通だね、DB1 当たるの。なんかマッチングシステム変わったらしいっすね。昨日の動画のコメントでいろいろ教えてくださった方ね、ありがとうございました。なんかマッチングシステム変わったらしくて、永遠かもられます。はい。はい、まあ1試合目ね、やっていきましょう。いやでもさ、こう見るとさ、なんかまあ、ちょこちょこさ、まあ、フェレールとか、ブルノ・フェルナンデスとかね、まあ今のガチスカでは使ってない選手いるけどさ、いや、冨安使ってるし、アラーホ使ってるし、マルディーニ使ってるし、シュマイケル使ってる、ビエラ使ってる、ピルロ使ってるってさ、もうほぼ使ってんだけど、メッシもね、ルンメニゲも、エムバッペも。やばくない？ほとんど、変わり映えがないっていうね。いや、だからね、相当やれると思う。ピルロもそうだし、まあ、ルンメニゲもそうだし、半年ぐらいか。まあ割とね、直近まで使ってたような選手たちばかりなので、全然マジで勝てると思う。で、お相手さんは？はい、こんな感じね。いや、いけますね。はい、ありがとうございます。DB1 だろうが何だろうがね、1年前のスクワットで倒してやるよ。唯一懸念点とすれば、まあ今までね、ずっとちょっと論感を使ってたので、まあ、これね、召喚なんですよ。あの、ゲールノートツァイツラ。クロップなので、まあ、ちょっとそのあたりね、うまくいくかどうか。てか、これうまくいったらもう、論感にしようかな。あ、論感じゃない、召喚にしようかな。あー、やばい、開けちゃった。掘り返すよね。わかってる、読んでる。危ない。あ、危ねえ。危ねえ。やめてー、危ねえ。おええんやないこれ。大外、いやそっちか、いや通る、来た、うーわー、入れろ、押し込め、くさお、バペここ繋がれば、おお来た、うーわー、最悪、マジか。入れて、むしろあれは入れてほしい。さすがにドラップテルー無理だね。もう一回戻す、ここ出して、こう出す、こう出して、無理でしたー。え、マジでありそう。これある、ある、ガチだ、ガチだ、タイミングだよ。あー、ガビが空いてた、くっそ、まだある。まだあるぞ、こうして、ここ、あー、やってるわ。いいよ、ある、いけいけいけ、あるか、大外、くわーあー、取れない、取れちゃった、取れちゃった、来ちゃった。マジでこれ決めたい、こうして、はい、いやー、おっしゃ、マジかよ、うわー、終わっちゃうかな、まだ攻めれる、あー、いやー、くっそー、勝てたなーこの試合、うわー、いやでもさ、これいけんな、マジで。さあ、ということで2試合目やっていきたいと思います。これなんかディビー、申し訳ない、本当にあのディビジョンで判断しちゃいけないんですけど、ちょっとワイスさんでディビ3の方だったので、申し訳ないです。ボッコボコにさせていただきます、申し訳ない。さあ、調子オッケー、いいね。さあ、でお相手さんはこんな感じだ。おお、無課金、おお、うん、無課金だねこれは。まあちょっと余興試合的な感じですかね。ちょっと申し訳ありませんが、はい、ああ、ちょっと油断はせずにね、はい、やっていきたいと思います。はい、こうして、いやー、ゆっくりビルドアップして、てか召喚がなんか合ってるような気もしてきた。ずっとロングでやってきたけど、いやー、バペー、
ルンメリゲー、はーい、抜け出して決めていく。オッケー、イエス、ある、抜ける、よーし、きたー、これがショータイム、ずーっと使ったショータイムバッペ、うわー、決まれー。お、ルンメリゲー空いてる、バッペに出せないか、ここ取りたいね、無理か、ちょっと待って、裏危ないね、これちょちゃんと守ってほしい、危ないか、ああいうの結構足伸びて、はいよ、たたたたた、あああ、やばい、あー危ねえ、ナイス、危なすぎる、あるよ、ちょっとラスト1点追加でぶち込んで、うーん、いい守備だ、いや取れる、ちょっとぶち込んでとどめさせたいね、こうこう、ドンガーああ、終わっちゃった、塩試合。さあ、じゃあラストね、サクッと勝って終わりにしましょうか。はい。いや、だいぶね、まあ、さっきのね、勝勝利で、まあ、相手無課金でしたが、はい。これで相手がハイ課金で、おー、いっぱい課金してるな、ちょっとだけ1年前の選手もいるけど、ほとんど、2024仕様。はい、全否定させていただきます。あるよあるよ、メッシ、はい、決めた、オッケー、これがイフト2023の力。あー、それは無理、それは事故やん。あー、やったわあー、やった、頼む、うわーうわーうわあ、ダリー、もう、はあ、イライラする、もう一試合、やばい、もう、あるよ、来い、いやー、なんで、まあ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 。ちょっとね、不甲斐ない結果が続いてますが、まあ、冷静に考えてほしい。まだ、1勝1分け2敗なんですよ。これで、勝てば、もう引き分けの時もね、レート上がったし、もう実質勝利です。はい。最後勝って、もうね、気持ちよく終わりましょう。もう、最近もう余裕で5試合とか行くから、もう嫌なんだけど。マジで。もうやめて、終わらせたい。ある、空いてるぞ、マジで決めるぞ、よーし、オッケー、先生、よし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 、これで終わらせよ、マジで。お、ビルロ落として、よーし、2点目、イエス、はーい、勝利、オッケー、だいぶ召喚慣れてきた。いやいや、嘘だと思う方いると思うんですよ、もう1試合だけ行って連勝しましょう。いやー、そうですね、1年前のオフルとか、うん、もういらね。まま